浜松の SA に到着です。いやー疲れるな、遠いわ。はい、お疲れさん、あんたたちもご苦労さん。ちょっと休憩やね。食材どこで買おうかな。このまま地道で高速ばっかりやったら地道に降りひんからね。どこがスーパーとかあればいいけど、なかったら私飯食えないよ。はい、静岡の SA に到着です。さあここで一旦寝ます。ちょっと休憩や、疲れた。もう十分やろ。もう朝霧までそんな遠くないし、ここで一旦大休止、朝まで寝ます。ではお疲れ様でした。はい、1日目はこんな感じです。映ってんのかな。こうやって寝ないとどうしようもないでしょ、あんたたちも。そこにいなさいよ、狭いんだから。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、じゃあもうそこにいなさい。はい、いなさい。よし、それではおやすみなさい。おぉすごいピーカ、気持ちええなぁ、すごいよ。ほら富士山、おい富士山、よいしょ、気持ちいいな。さあそろそろ設営していこうかな。今日はここのサイトです。で今日は ソロキャンなんで、ここ全て全部使っていいって言われた。すげえ、貸し切りなんだって、私だけの。素晴らしい。さあそしたら設営の方していきたいと思います。おー、まったりまったり、みんな楽しい楽しい、めっちゃ楽しい。オフ会楽しいね。今日はツイッターのオフ会をやっております。シェルティの集まりばっかりですけどね。おーいいね、ブルーマール。お、ここ来たやん、ここどうした、行っといて。ほらビジュー急に出てきた、怖いっしょ。ほい、うちの子はみんなに任せてドッグラン、よっしゃ。ちょっと富士山がこの辺に見えてるけど、富士山をバックに、設営の方していきたいと思います。今日はみんなが見守ってる中でやるからね、ちょっと緊張やる。何人呼んでる、20人25人30人ぐらいあるのかな。オフ会で、オフ会の真前でテント設営ですからね、みんな見てる中で張るのもどうかなと思いますけど、さあやっていきたいと思います。今日はね、なるべく見たらわかるけど、荷台というか後部座席に何も積みたくなかったのね。だから大きい幕とか持ってきてないので、長距離移動やから犬に負担かかるでしょ。なのでこれ、はい、ネイチャーハイクの日々かな、多分そうやと思う。これを貼りたいと思います。いやいや別に普通に撮ってるよ。
だからここ全部どこ使ってもいいよって言われた。すごいな。だから数千円は安いか。だからここも開けっぱなしで、あそこだけ閉めとけば出ていいから。ああ、そう。もうここもフリーで。そうか、他に車もいないから。そう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 、僕はものすごい自由度高い。すごいわ。絶対いい。めちゃめちゃいい。そうですね。ここずっと見てるよ。ずっと見てる。あすら見てる。何しんやろみたいな。はよはよはよわしの面倒見てくれみたいな。はよこっち来たいわって。一生懸命ね、隙間を探して隙間を。一緒にいたいねって。ね。今日は椅子今日はほんま椅子座るぞ。よし、これで OK。 今日はチンアナゴを打ってビッグポールを立てて、でランタンハンガー、あれでいけんじゃない。なかなかいいと思うよ。これでうまいこといくんやろうかな。こんならしいわよ。いくよと中に入れるの。ひとコンロ。今日はこれで料理したいと思います。暑すぎる。めっちゃ暑い今日。はい、それではね、ちょっとお茶の段取りをしたいと思います。火起こししましょう。っていうかもう今日火起こしも減ったくらい、もう今日これやから。火をつけて、それでは火をつけていきたいと思います。マッチ、今日マッチ。だよ、マッチ。ワンマッチファイヤー、ワンマッチファイヤー。あ、違う違う、閉めた、伏せられへん。いくよ。これで火がついた。うん、十分使えそうやね。安いのにな。全然いいよ。
めっちゃいいよこれ。うん、いけるいける、全然いける、ほら全然 OK。 気に入った、めっちゃ気に入った。はい、今日はこんな感じで焚き火台、ネイチャーストーブですね。十分使えるよこれ。ご飯は作れるし、お茶を沸かせるし、でスーパーがここに来る間には一つもなかったっていうか、来たのが朝5時でしょ、空いてるわけもなく、高速道路でなんかいろいろ SA で買い込んできたんで、それを食べたいと思います。はい、はい、おはようございます。おはようございますじゃないな、はい、こんばんは。あまりにも疲れて寝てましたね。だって2時間ぐらいしか寝てなかったの。5時、6時、6時、7、8、9、3時間も多分寝てなかったと思うねんけどな。はい、ちょっと声もおかしいですが、なあ、むっちゃ叫びすぎてな、なんかもう声枯れてるんですよね。さあ、もうこいつらも寝てますけどね、後ろで。お前らも疲れたもんな、今日はな。めちゃめちゃはしゃぎすぎ。楽しかったよな。さあ、それでは私はまだまだ米の方を炊いてライブせなあかんね。今日はツイッターライブと インスタグラムのライブと両方だから1時間1時間やらないと。あ、さあ頑張るぞ。それではご飯炊きの方からしていきたいと思います。さて何食べようか。一応高速道路でいろいろなんか仕入れてはきたけど、何があんねやろ。そう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 、ほらこれちょっと美味しそうくない。焼津漬け、サバなんですけどね、麹かなんかで漬けてあるんでしょ。なんか美味しそうだったんですよ。はい、買ってきましたけどね。で、あとはね、タコのわさび。あ、なんか有名なんでしょ。知らんよ、全然。全然知らんけど。で、これ。イカ刺しの松前漬けっていうの。あとはね、何買ったかな。鶏肉がちょこっとあったので、鶏肉は持ってきました。なので、これでちょっと食べたいと思います。十分やと思うよ、これで。じゃあ、お野菜も、普通に、あるんで。よし。これで。これ焼いたら結構、ええおかずになるんじゃない？いや、美味しそうやんか。よし。今何度やろ、結構先下がったけどな、気温は。お、まあまあ、うん、そんなに寒くもなく暑くもなく、ちょうどいい感じかな。よし、それでは徐々にやっていきたいと思います。もう声が出てないな。よし、どんな感じやろうか。どっち、よし、熱っ、よっ、よし、とりあえず2つ乗っけて。なんかちょっと美味しそうやん。よし、よいしょ。
んまり直火でやりたくないんだよね。ゆっくりしっとり焼きたいな。じゃないと焦げ焦げなの嫌でしょ。ご飯がちょっと今回厳しいかも。これ焦げてるで多分。お焦げの匂いが大丈夫かな。お、ギリギリ限界、大丈夫かな。ちょっと水が少ないような気したけど、焦げてない、全然大丈夫やわ。